こんにちは、ロピアに行ってきました。またまたプチ爆買いしましたのでご紹介いたします。キャベツメンチカツ330円、3つ入っております。久しぶりに購入したんですけども、以前よりもコクがあってすごく美味しく感じました。以前よりキャベツの量が減ってお肉の割合が増えたのかもしれません。子供たちにも好評でした。2点目はイカの唐揚げ374円。何度もリピートしています。家で揚げるのはハードルが高いので、大好きなイカの唐揚げはよくお店で買います。レアチーズケーキ各109円です。ゴールドキウイとストロベリーとプレーンを2つ購入しました。初めて買ってみました。148キロカロリーです。チーズ専門ブランドロルフのレアチーズケーキです。いちごの果汁が入っておりますね。こちらは143キロカロリーで、少しだけ軽いですね。カロリー、こちら144カロリーです。キウイの果汁が入っています。後ほど試食してみます。国産牛筋肉 100g あたり218円、 306g 入って667円です。とっても綺麗な筋肉です。若鶏の初国内産 100g あたり118円、 242g 入って285円でした。初は臭みを取るためにすぐに牛乳に浸しておきます。我が家の定番、国産豚の切り落とし 100g あたり89円、 793g 入って705円でした。国産豚ひき肉 100g あたり78円でとっても安いです。799g 入って623円です。解凍と書いてありますので、早めに使うためにハンバーグにしました。たっぷり作りました。とてもお安いんでありがたいです。国産若鶏胸肉 100g あたり55円、我が家の定番ですね。 1597g 入って875円です。大容量ですので、今回も鶏ハムを作りました。ロピアのとっても美味しくてお安いウインナー 800g 入って798円です。お弁当を作るので、やっぱりウインナーがあると便利です。娘が今はお昼もう家にいますし、あっという間にお肉類なくなりますので、これぐらいあると冷蔵庫が潤って嬉しいです。冷凍の塩いわし5尾入って590円です。次も冷凍です。塩銀鮭甘口6切れ入って1390円です。厚めにカットされてます。コストコの銀鮭が大好きなんですけども、それにね、もう一つ近づいてくれたらなって思います。冷凍のブルーベリー499円です。こちらも冷凍室にいつも常備してますので、なくなったら買うようにしております。私はいつも自然解凍で常温に戻しております。めちゃくちゃ甘くて美味しいです。春巻きの皮10枚入りで179円、サクッとした歯切れの良い春巻きが作れます。我が家の定番です。酪農牛乳2本で380円、卵179円、木綿豆腐89円、野沢菜キムチ399円、家族に大好評です。コシヒカリ3199円。いつもロピアのお米には安くて助けられています。冷蔵品は以上です。野菜と果物です。キャベツ159円、ニラ99円、細ごぼう139円、どんこ179円、ミニトマト287円、かぼちゃ182円、まいたけ2株入って180円、人参199円、玉ねぎ299円、小粒でした。訳あり三富士599円。最近ロピアではこの訳ありのリンゴを売ってますんで、よく買います。バナナ125円、新じゃが299円。はい、それでは冷蔵庫に収納します。野菜が全然なかったので冷蔵庫の中ガラガラです。実家からもらったレモンを入れています。レモンを冷蔵庫に入れてるとかなり持ちますね。こちら無印良品のぬか床です。
混ぜなくてもいいのでとても便利です。それではざっと入れていきます。こちらヤクルトレディから買っているヤクルトの1000ですね。でこちらね、ママ友からもらいましたわかめです。生わかめたっぷりもらいました。後で調理します。いいわ。手巻きのり590円で購入したおにぎり型のおにぎりにちょうどいい大きさなので手巻きのりにしました。熟成酵母99円、コーヒーの豆599円、カルピス222円、お安かったです。醤油299円、コーヒーの粉がなくなってたので早速詰め替えます。今回のお粉は苦味が強めのお粉なのでちょっと早速飲んでみますね。余った分は、クリップで留めて、あと香りを逃がしたくないのでジップロック等に入れておきます。はい、コーヒー入れてきました。たっぷりのミルクと合わせてカフェオレでいただきたいと思います。あ、やっぱりだいぶ苦いですね。でも香りも好きですし気に入りました。リピート確定です。ではレアチーズケーキいただきたいと思います。3種類とも全部開けてみます。ゴールドキウイいただきたいと思います。濃厚で甘くてとっても美味しいです。ゴールドキウイの果汁が入っているのが嬉しいですね。普段はプレーンが好きなんですけどもめちゃ美味しいです。で、あとプレーンとイチゴは子供たちが食べたんですけども、少しずついただいたんですけども全部美味しかったです。ゴールドキウイリピート確定です。ミニトマトはヘタを取ってから洗って保存容器に入れます。このひと手間がとっても便利なんですよね。はい、鶏ハムも仕込んでおりました。冷めましたので保存容器に入れておきます。ゆで汁を入れておくとしっかりしますのでね、いつもこんな風に入れています。鶏ハムは食べる時にカットしますね。あと食べる用途によっても大きさ変わりますんで、とりあえずこんな風に保存しておきます。トマトですね。でこちら先ほどの購入したかぼちゃを茹でるだけですね。レンチンで茹でてます。生わかめは下茹でしました。鶏ハムです。買い物に行った日は作り置きの豊富になりますので嬉しくなりますね。分かりづらいんですけども、ミニハンバーグレンチンで作りました。安丸だしを使ってこの蒸した鶏とあと生わかめを使って一品作りたいと思います。鶏ハム用として作っていた分ですね。それを手で削くようにしてカットしました。生わかめは一回湯がいております。ごま油をひいて、もう一旦湯がいてますのでざっとわかめと鶏ハムを炒めます。安丸だし1パック入れます。あとは砂糖と醤油適量入れます。鶏ハムもわかめも火が通っているのでざっと炒めるだけで完成です。お好みですりごまを入れて混ぜて完成です。簡単にできますし、濃いめの味で作ると保存も効きますので、お酒のあてにもどうでしょうか。お弁当にもいいと思います。本日使いました安丸だしは概要欄に詳細載せておりますので、よろしければそちらもご覧になってください。とっても重宝する便利な、そして美味しいおだしです。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。
娘が高校受験合格しましたので赤飯を今から作りたいと思います。